はい、K です。今回は、クモンが自滅で炎上、豆田、水上、高等はポチ、A クラス、さらに遠のくということで、今回は本日、9月12日のソフトバンクとの試合を振り返っていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、ソフトバンクに競り負けて A クラス、さらに遠のくということで、今日の試合を振り返っていこうと思います。まあ今日はですね、本当にもう5時間を超えるような、まあ非常にこう長いね、 試合になりました。まあ、試合の方をね、えー、見ていこうと思います。えー、まずはね、両先発から見ていきます。えー、ソフトバンクの先発がスチュワート投手、ライオンズの先発が松本渡る投手という先発でスタートしました。 で、まあ、松本あたる投手ね、まあ、僕も昨日動画で言ったんですけど、まあ、ソットバンクを非常にこう苦手としているというところがあって、まあ、苦手な相手にね、どんな風にピッチングしてくれるのかというところで、まあ、期待をしていたんですが、まあ、いきなり、えー、捕まります。えー、先頭の周東選手ヒット、で三森選手内野安打とで、柳田選手、近藤選手打ち取った後に中村晃選手にフォアボール、まあ、ライオンズキラーの中村晃選手注意していきましょうと話をしていた中で、まあ、フォアボールを出してしまいました。 で、その後、今宮選手にタイムリーヒット。まあ、ここでね、止めれたらよかったんですが、まあ、こちら柳町選手、まあ、松本渡る投手に対して非常に打っているという話をしていた中で、まあ,あ、案の字柳町選手にも続かれてタイムリーヒット、これ3対0。で、8番の井上選手ですね、まあ、ここ最近1軍に上がったばっかの、まあ、非常にこう、期待の若手3年目の井上選手にも、え、タイムリーを打たれて、 まあ、ここで一気に4点を取られてしまうわけですよね。まあ、2アウトまではね、ピンチ招いて取ったんだけれども、まあ、下位打線に3連打浴びてしまって、4対0ということで、これどっかで止めなかったかなというところではあったんですけれども、まあ、ちょっとさすがにね、あの、初回に4点は痛かったかなというふうに思います。 で、続く、マ、まあ、ライオンズの攻撃ですね。まあ、初回はね、えっ、ー、と、ちょっとね、えー、簡単に抑えられてしまったというところがあったんですけれども、えー、2回ですね、えー、今日、久々に1軍に戻ってきて、え、即スタメンの4番、えー、ファーストの牧野選手。まあ、牧野選手ね、こうずっと2軍でも非常にいい活躍をしてくれていて、まあ、僕も昨日動画でね、あの、すぐは戻ってきてほしいなって話をしていた中でも、今日早速ね、1軍の方に戻ってきてくれました。 で、まあ、この2回の裏先頭バッターだったんですけれども、まあ、うまくインコースの球さばいて、え、センターの、ま、前に落とすような、え、ヒットで、え、出塁をします。まあ、復帰していきなりヒットを放ってくれたということですね。え、続く中村拓也選手も、まあ、いい具合にライト方向に流して、え、ヒットを打ち、ま、一、塁。まあ、手痛そうにしたんですが、まあ、いい感じに改革のために反応して、え、ライトに打ちました。 で、その後、6番佐藤隆成選手、まあ最近非常にバッティング好調なんですけれども、まあセカンドゴールになったんですが、まあゲッツーにはならずに、ランナー進塁させてワンラウト二三塁ということで、まあこう本当に絶好のチャンスが来ました。まあ4対0でまだ2回というところではあったので、まあなんとかね、1点ずつでも返していけたらまだ試合わかんなくなる中、続くペイトン選手、犠牲フライということで、まあここでライオンズ確実に1点を取りました。まあ、 ここはね、本当に無失点、無得点で、ね、終わってしまうのが非常に嫌な中ではあったんですが、まあ、ペイトン選手がしっかりと犠牲フライで1点を取れたというところ、えー、ここは非常に大きかったかなというふうに思います。えー、ただ続く8番の柘選手はライトフライで、まあ、結局この回は1点止まりということになりました。で、えー、松本航投手の方は2回、 なん、ねまあ、とか立ち直って、えー、2回3回と0、えーまあ、を並べて、まあ、4回もね、えーまあ、ちょっとピンチ招いたんですけれども、えー、なんとかね最後柳田選手三振にとって0、えー、で抑えることができてまあ初回に4点を取られたんですが234はしっかりと0でこれましたでやはりねまあこうピッチング立ち直ってきたというところが、まあ、打線のね、えー、流れを呼んでくるというところで4回ですね、えー、先頭牧野選手倒れたんですが、えー、続く中村拓也選手がまたねあの 一打席目のヒットと同じように、外角の球に反応して、ライト前ヒット。そしてね、校長の佐藤隆生選手、まあ、いい具合に、ラフトのね、ライン際に飛ばして、ヒットを放ち、こう、出塁して、一塁二塁ということになりました。まあ、薪野選手倒れてるんですけど、まあ、ワンラウト一塁二塁ということで、またチャンスが来たわけですよね。で、続くペイトン選手は、なんとか、ファーボールを選んで、こう、満塁の大チャンスが、 まあ、来たわけです。そして迎えるバッターが、えー、杉瀬奈選手。まあ、僕はね、あの、この前現地で見に行った試合、まあ、杉瀬奈選手、満塁で2回凡退をしてしまって、まあ、今度こそまた打ってくれ、満塁で杉瀬奈ということだったんですけれども、えー、空振り三振ということで、 まあまたね、ちょっと満塁に打てないという風になってしまいました。まあ厚木選手はちょっと今日バッティング良くなかったですね。で、まあ2アウトに、ね、なってしまって、まあこの前の日本ハム戦でも、まあノーアウト満塁のチャンスをね、あの2回逃すということがあって、まあまたこれも1アウト満塁点入んのないのかなっていう風に思って、 てた中で西川真也選手、えー、初球を叩いてライトへのタイトタムリーヒット、まあ、なんとかツーアウトではあったんですけども初球にいきなり叩いて、まあ、1、2塁間抜けていって、まあ、ライオンズここで一気に2点返すことができました、まあ、4対1から4対3に1点差に迫ったんですねで続く1番の源田選手、まあ、源田選手はあのソフトバンク戦非常に打っているということで、まあ、昨日の動画でも取り上げさせていただいて、まあ、またここでも打ってほしいなところであったんですけども、まあ、しっかりとね ライト前にタイムリーヒットということで、まあ、ここでなんとか同点に追いつきました。はい。まあ、4対0っていうちょっと絶望のスタートではあったんですけれども、まあ、見事ね、ここで集中打を放ち、まあ、同点に追いつけたんですね。で、続く殿崎選手、まあ、得点圏に非常にね、この8月、9月強い殿崎選手を迎えて、まあ、一気に勝ち越していきたいというところではあったんですけれども、まあ、崎選手は粘ってなんとかファーボールを選び、ランナー満塁ということになり、 ここでヒルマ選手を迎えることになります。で、ここでね、ソフトバンクの方ピッチャー変えてきます。スチュワート投手、ここで諦めて、えっ、ー、と、かや投手、まあ左ピッチャーですね。まあ左のヒルマ選手に、まあ左投手のか山投手を当ててきたということで。まあ実はヒルマ選手はあの左ピッチャーの方が強いんですけれども、まあここはね、その得意な左ピッチャーをあえて当ててくるという。まあこれがやっぱソフトバンクというか、まあ藤本監督はね、やり方なのかなというふうに思うんですけれども、 えー、まあここでね、和山投手ということではあるんですが、まあ蛭間選手ね、見事あの低めのスライダー、うまく反応して、いい形ではあったんですけれども、まあ、柳町選手がね、配走でキャッチをしてしまって、まあ、本当にライトオーバーになるんじゃないかという打球ではあったんですが、まあ頭を越えられずに、えー、取られてしまって、まあ勝ち越しまだいけなかったと。 いうことでですねでこっからですね、もうゲームがどん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 きっ抗してきます。まあ、点を取ってくれた次の回、5回の松本渡る投手、まあ、しっかりと三者凡退で抑えて、まあ、ここは本当に素晴らしかったなというふうに思いますね。 で、まあ、続くね、あの、ソフトバンクの方も、まあ、ずっとゼロを並べていき、まあ、ライオンズもね、勝ち越しの点をね、欲しいところではあったんですが、まあ、ずっとね、なかなか、あの、点を取ることができず、まあ、そもそも、あの、まともなチャンスもね、あの、あんまり作ることができずということで、まあ、ちょっとね、攻撃の方は、まあ、この5回以降は結構やっぱ苦しめられてしまったかな、というところですね。 で、まあ、それでね、まあ、延長を迎えていくことにはなるんですけれども、まあ、クリスキー投手がね、9回にしっかりとね、まあ、ちょっとピンチ、あの、招いたんですが、まあ、なんとかね、しっかりとゼロに抑えて、まあ、今日もね、本当に、あの、低めにボールも集まっていましたし、まあ、っぐも非常に威力があって、まあ、かったな、というふうに思います。で、10回、豆田投手が、えー、登板をしました。まあ、ここまでね、10試合に登板して、僕率0点台ということで、非常にいいピッチングをしてくれている豆田投手。 この10回、まず先頭の今宮選手に対して空振り三振。まあ、ここも本当に素晴らしかったですね。まあ、非常にやっぱりね、こう、まっすぐでしっかりカウントを取れるっていうところが、やっぱ、アメリア投手大きいなというふうに思いましたね。で続き、柳町選手も、まあ、まっすぐで詰まらせて、レフトフライ。で、これで2アウト。で、川津選手に対してはちょっとまっすぐが結構高めに浮いてしまって、まあ、フォアボールを出してしまったんですが、え最後、9番、海拓谷選手に、まあ、粘られてはしたんですが、最後はまっすぐで見逃し三振ということで、 まあ基本的にやっぱりメラ投手はねまっすぐゾーンに投げ込んとけばとりあえずファールか空振りは取れるっていうあのところが今日は非常にあったので。 ま、やっぱあのまっすぐっていうところは非常に脅威になってくるのかなと。で、あとはやっぱりあの、スライダーだったりカーブっていう変化球も、まあ、フォークもですね、変化球も非常にこう腕を触れて投げれてて、まあ、空振りも取れていたので、まあ、やっぱりまっすぐがしっかりいいからこそあれだけね、変化球でもしっかり空振りを取れる。まあ、非常にやっぱいいなというふうに思いました。まあ、今日の一番のポジなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただ豆田投手の高ーを報われず、まあ、打線は点を取れずというところで、 え11回え、悪夢を迎えることになります。はい。えっ、ー、と、11回からマメラ投手に代わってマウントに上がったのが、えクモ投手ですね。で、クモ投手、これね、打順が1番からということで、まあ、非常に嫌だったんですが、まあ、周東選手、三森選手、柳田選手、近藤選手、上林選手、ここまで左が並ぶっていうところで、まあ、クモ投手をね、ライオンズの方は導入をしてきました。えー、ただ、先頭周東選手にいきなりファーボール。はい。まあ、ここもやっぱりね、今日もなんか、 球がめちゃめちゃ浮いてましたね。はい。いきなり、まあ、嫌なランナーを出してしまうということになりました。で、続く三森選手。まあ、ここも同点でね、1点取りたいってところなんで、まあ、さすがにバントしてきました。で、まあ、見事ね、バントを決められて、まあ、このバント決めた球も、あの、正直高めのボール球ではあったんですけど、まあ、バントなんでね、まあ、転がして、アウトは一応取れたということになりました。 で、まあここからワンラウト二塁え、3番柳田選手、クリーンアップ迎えてくることになるんですが、えまた柳田選手、1球もストライク入らずファーボール、もうこの時点で正直、もう僕はもう門投手、ダメだなというふうに思いました。まあ正直、この後、近藤選手とか怖いバッター並んでいく中で、まあ、抑えられる気がしないなというふうに思いましたね。 まあだから個人的にはもうここでちょっとね、あの、モン投手諦めてほしいなというところではあったんですけれども、まあまだなかなかちょっと本田投手が、まあ多分肩を作れてなかったりだとか、まあ12回もあったっところでそこを見据えてね、ちょっとこの多分交代ってところは渋って、 ま、結局、近藤選手にも、ま、クモン投手続投ということになりました。で、この近藤選手相手にも、あのもう初球、まあ、二球目、三球目と結局これも全部ストライク入らずに、まあ、ノースリーということで、もう自分からカウント不利にしてしまったんですね。で、まあ、四球目は一応ストライク入れて、こう、ワンスリーという風にはなったんですけど、まあ、結局ここでまた入れに行ったボールを近藤選手の思いっきり捉えられて、え、左中間フェンスダイレクトのタイムリーツーベース。まあ、これで、 まあ、1位ランナーの柳田選手も帰ってきて、まあ、2点リードされてしまうということで、まあ、この11回、まあ、ここまでなんとか同点で繋いできたんですけれども、まあ、ここに来て2点取られて6対4ということになりました。まあ、ここでも正直ね、あの、流れ的には厳しいかないというところではあったんですが、クモンとしてまたさらに上林選手にもパワーボールを出すというところで、まあ、この近藤選手に打たれたところでも変えていいんじゃないかなというふうに思ったんですが、まあ、結局上林選手にまで続投させて、 で、結局、一球もストライカ入らず、ファーボールということでした。まあ、本当にちょっと、今日、クモン投手、ひどすぎましたね。まあ、あの、まともにアウト取れたのが、ほとんど一個もないということで、まあ、アウトも結局、あの、バントのアウト行個だけなんでね、まあ、しっかり打ち取ったアウト取ったっていう形がなくて、まあ、基本的にやっぱ、もう、コントロールが今日はひどかったですね。抑えられるビジョンが正直見えなかったです。で、まあ、本田投手に変わったんですけど、まあ、その本田投手も、まあ、続く今宮選手にタイムリーを打たれてしまって、まあ、これでもう勝負あり、 っていう感じですね、正直。これも八8対4になってしまってね。まあ、ちょっと4対4でいい形でずっと来ていた試合で、まさかここまで点差をつけられるとはってところではあったんですけど、まあ、これでもう勝負ありという感じになりました。まあ、ライオンズもね、一応最終回、えー、栗山選手代々導入しましたが、まあ、凡退ということで、まあ結局ね、まあ、源田選手一応フォアボール選んで失礼したんですけど、まあそのままね、えー、点入らず8対4でゲームセットということになってしまい、 まあ、5連勝という形でいい形で来ていて、まあ、このソットバンクとの3連戦、まあ、3連勝したら A クラスで見えてくるぞとこうで終わったんですけど、まあ、初戦でいきなり負けてしまうという形になりました。それではですね、まあ、今日の試合のポイント簡単に、まずピッチャー陣から振り返っていこうと思います。まあ、まずは先発の松本る投手ですね。まあ、初回にちょっと対応失点をしてしまったというところと、まあ、それによって球数が多くなってしまったということで、まあ、イニングをね、5回までしか投げれなかったところがやっぱ苦しかった。で、それで結局、まあ、中継ぎをね、こう、たくさん追いて、 込むことになり、まあ、延長っていうところ。でもちょっと戦い方が苦しくなってしまったというところがあったので、まあ、ここはやっぱりなんとかして欲しかったなと,ところですね。特にこの初回の失点っていうところをま攻、あ、めて、あの2点で止めて欲しかった。まあ、柳町選手のタイムリー以降はやっぱ押さえて欲しかったというところですね。まあ、なんとかね。こう2回以降は立ち直って5回を投げ切ったっていうところはね。非常に良かったかなというふうに思います。 はい。続いて中継陣ですね。まあ、水上投手ですね。まずは、うん、スライダーのキレが非常に戻ってきたというところと、まあ、あと請球もある程度高度に決めることができていたので、まあ、割とも復活気味というか、去年の水上投手に今、戻っている状態なのかなってところ、ここは非常に良かったかなと思います。 で、もう一人がやっぱり豆田投手ですね。まあ、フォアボール出してしまったんですが、まあ、二つ三振も取れましたし、まあ、っすぐも非常に切れていたし、まあ、カーブ、フォーク、スライダーでしっかりと空振りも取れていたというところ。まあ、変化球ってところがやっぱ課題になってくると思うんですけど、そこでもしっかりとね、えー、空振りを奪えていたというところが非常に良かったかなと思います。で、クリスキー投手、田村投手もまあ、安定感がありましたね。ここ最近非常に安定してますから。まあ、日本あ、日本っていうか、まあ、ライオンズに来てね、初めて、えー あのヒットをね、打たれてしまったんですけれども、まあただね、それでもしっかりと無失点を押せるあたりはさすがだなというふうに思いました。で、平井投手に関しても、相からずちょっと内容面あんまり良くないんですけど、まあなんとかね、抑えてくれたかなというところですね。まあやっぱり今日はもう本当に久問投手に尽きるかなというところですね。まあやっぱりコントロールっていうところがちょっとあまりにもひどすぎたというところ、まあ左相手っていうところでこう導入してきてるところを まあ結局左からまあバントのアウト以外まともに取れなかったというところですね。ここはまあ非常に良くなかったし、まあ、打たれるなら仕方ないんですけど、結局もうコントロールが全然ダメで、まあ、フォアボールっていうところでやっぱり自滅をしてしまったというところ、この内容面も良くなかったかなというふうに。 思いますねで変わった本ダ投手もやっぱり流れを止められなかったまあこの11回ってところがもう今日は全てかなというふうに思いますまあ結局はね松本航投手がやっぱ初回にね失点をしてしまったところもやっぱ後々響いてきたなというところですね で、えっ、ー、と、次は攻撃陣ですね。まあ、今日攻撃陣全体で言うと、まあ、4点を取られてね、4対0っていう苦しいスタートの中ではあったんですが、まあ、そこでなんとか追いつくことができたっていうところは、非常に良かったかなというふうに思います。特にやっぱり西川真谷選手、今日2安打2打点ということで、やっぱりね、その4回でのタイムリーっていうところもありましたけれども、まあ、勝負どころでしっかりとね、9番ではあったんですが、えー、1本出したっていうところ、まあ、非常に怖かったかなというふうに思います。 で中村拓哉選手もね、今日うまくライト方向に追っつけての、まあ、ヒットとところ2本あって、まあ、チャンスメークはしっかりできていたというところ、まあ、この前もホームラン打ってましたけれども、まあ、非常にやっぱり好調をまだキープしてくれているなというのが見受けられました。 で、え、佐藤隆星選手も、ま、ヒットにフォアボールをしっかり選んだというところで、まあ、ここら辺りも本当にさすがだなというふうに思います。特にまあ、あの延長でのフォアボールをしっかりともぎ取ったあたりは、まあ、やっぱりね、こう、三森投手、こう、右のサイドスローのピッチャーではあって、まあ、右対右ってところで難しいところではあったと思うんですが、まあ、外のスライダーの変化球とかしっかり見逃してフォアボールを選んでいたというところ、本当にさすがだなと思いました。で、昼間選手、まあ、今日5打コで終わってしまったんですけれども、まあ、加山投手からね、 あのいい形でライトフライを打ったっていうところあれは本当惜しかったので柳町選手取られてしまったんですけどまあ捉え方は悪くなかったですしまあ本当にこうなんだろうな非凡なところはしっかりと見せてくれたかなというふうに思いますであとはペイトン選手もねフォアボール2つ選んだのとまあタッチアップもありましたし4打席目ですかね8回の藤井投手からのまあセンターフライこれもまあ捉え方は悪くなかったんでま内容面は非常にペイトン選手も今日は良かったかなと思います で、まあ、今日はやっぱりちょっと攻撃面は柘植選手ですね、まあ、内容面もちょっと厳しくて、まあ、三振2個ありましたしやっぱりチャンスでも三振してしまったというところ、まあ、満塁の場面でもやっぱりね犠牲フライでもちょっと打ってほしいところではあったけど、まあ、結局空振り三振になってしまったというところですねでやっぱ柘植選手はね古、まあ、賀選手はまあ選球眼っていう,こう強みがあるんですけれども柘植、まあ、選手はやっぱり古賀選手ほど選球眼っていうところもない中で まあそのやっぱりパンチ力ってところが一番魅力ではあると思うんですけど、そこのまっすぐをやっぱり叩くことができないっていうところ、まっすぐに対するコンタクト率が、まあ低いっていうところですよね。今日もやっぱまっすぐに対してこう振り遅れて対応できてなかったというところがあったので、やっぱりそこがね、ちょっとバッティングのところではもう少し頑張ってほしいところかなと。 いいう,うに思います古、まあ、賀選手の方小古賀選手そんなに打率的には遜色ないけど、まあ、やっぱ内容面を見るとね古賀選手やっぱりこうボール球振らないっていうところの良さが非常に出てるので、まあ、次木選手もねちょっと自分の良さっていうところをもう少し打席でね見せてくれるといいかなというふうに思いますねはいまあ今日はねもうちょっと力負けというか まあ本当にもうなんだろうな、まあ、ライオンズとしてはもう中継ぎもね、みんな継ぎ込んで、まあ、攻撃陣も基本的に全員継ぎ込んで、負けたという形なんで、まあ、シンプルに力負けかなというふうに思います。まあ、もちろんスケートだったり、采配はもっとよくできる部分はあったかもしれないけど、まあ、単純にやっぱりね、力不足、実力不足だと思いますね。 はい。まあ、ちょっとね、もうこういった形で A クラスは非常に厳しい状況になってしまいました。まあ、正直 A クラスで行くにはこのカードを僕はもう3連勝しないと無理だなっていうふうに思っていた中で、まあ、いきなり初戦負けてしまいましたんで。まあ、ただね、あの、来季に向けて、まあ、水上投手の復活だったりとか、まあ、マメラ投手の高騰だったりとか、まあ、いいところは非常に出ていたのかなっていうふうに思うので、また明日以降も、えちょっとでもね、いいところを出せるように期待していきたいと思います。以上です。